エマヌエレ・フィリベルト・デ・ィ・ユカダ・オスタは第二次世界大戦中にイタリア海軍のコンドッティエリ級系巡洋艦。戦後はソビート海軍へ賠償艦として活用され、ケルチに改名された上で1960年代まで国会艦隊に所属した。エマヌエレ・フィリベルト・デ・ィ・ユカダ・オスタはコンドッティエリ系巡洋艦の4番目のサブクラスに属していた。 エマヌエレ・フィリベルト・ディ・カ・ダ・オスタのデザインは、モンテクッコリ級の改良版で、排水量がわずかに増加し、走行が大幅に増加していた。内部機器も再配置されていた。エマヌエレ・フィリベルト・ディ・カ・ダ・オスタは、リボルノのオート社によって建造され、第一次世界大戦時のイタリアの陸軍元水、アオスタ二世公爵エマヌエレ・フィリベルトにちなんで名付けられた。本回は、 第7巡洋艦部隊に加わり、1938年に姉妹艦であるエウジェニオディサボイアと就航航海に出発した。世界情勢の悪化により、カリブ海と南アメリカを訪れた後、1939年3月にラスペツヤに帰還した。イタリアが戦争に参加した時、ダオスタは第2巡洋艦隊に所属しており、7月6から10日の プンタスキロの海戦に参加した。さらに、ダオスタは、北アフリカへの輸送船団の護衛や、イギリスの巡洋艦への迎撃に参加し、12月18日には、ゴルフ島への砲撃に参加した。1941年の間、ダオスタは、主に第8巡洋艦師団に所属し、北アフリカの沖への機雷不設や、護送船団の護衛に参加した。 1941年5月1日と6月3日に他の巡洋艦と共にトリポリ沖へ嫌いを付設。この時の嫌いと6月3日に他の巡洋艦によって付設された嫌いで同年12月19日にイギリスの警部隊が巡洋艦、ネプチューン、駆逐艦、カンダハーを失うなどの被害を出している。なお、6月3日の時はエマヌエレ・フィリベルト・ディ・ユカダ・オスタは 対潜水艦用の機雷を付設している。12月に行われた戦団護衛任務はダオスタが参加した第一次シルテワン海戦に発展した。1942年の任務は以前とほぼ同じだったが、8月にペデスタル作戦による輸送戦団を迎撃するために出航したが、空軍の援護がないため、この出撃は中止された。1942年6月13日、 ダオスタは、サルデーニャ島の方沖において、巡洋艦、ライモンド・モンテクッコリと共に航行中に、イギリスの潜水艦、HMS ユニゾンによる来撃を受けたが難を逃れた。1943年、ダオスタは1年の残りのほとんどの期間、燃料不足のために活動していなかった。8月に予定されたパレルモ周辺の連合国軍への、砲撃は中止された。 イタリアの急戦後、タオスタは、タラントで簡単な回収を行い、1943年10月に、巡洋艦、ドゥカデグリアブルッチとジュゼッペ・ガリバルディと共に、南大西洋に出港し、フリータウンに拠点を置く海上封鎖任務に、他の連合国軍と共に貢献した。1943年11月から1944年2月の間に7回の巡回を行った。 ダオスタは4月にイタリアに戻り、その後輸送任務を行っただだった。ダオスタは参加した海上行動のいずれにおいても損害を受けたことはなく、空襲や潜水艦の攻撃によって被弾を受けることはなかったため幸運艦と呼ばれていた。戦後、ダオスタは活動停止状態となった。1949年3月2日、Z15 としてソビエト連邦に移籍。 彼女は最初にスターリングラード、次にケルチに改名し、1959年2月20日に除籍されて1960年代に解体されるまで、ソビエト海軍の国会艦隊に所属していた。ありがとうございます。